本当にありがとうございます。去年も、全く同じこんな場所で喋、っていたと思うんですけども、 M1 といえばそうです、僕の番組 RX72、こちらの方がですね、なんと1年続きました。まさか、まさかこんなことが起こると。まあ来年の契約はしてないんですけどもね、まだまだ、マイナーな番組なのでね、これから盛り上げていきたいなと思うんですけども、DVD の話はですね、実はですね、もう来年のまあ1ミリもないんですけどね、その話は、大丈夫です、大丈夫です。皆さん多分裕福な家庭に育っていると、いう方だと聞いてますので、インターネットというものがね、ありまして、まあニコニコ動画等で見れちゃうんです。これがだからといってね、加入してくださいね。M1 です。はい、そんな感じで、今年は頑張ってきました。これからもグレートニコニコ動画の方よろしくお願いします。ダメですから、グレート M1、頑張っていきます。よろしくお願いします。多分新年明けまして質問タイム。ありがとうございます。そんな豪華にしなくても。初めて今回のツアー見た人はさっぱり意味が分かんないと思うんですけどね。まあ分かんないままで進みますけども、福岡足の市からですね、質問コーナーと題して、会場で質問ボックスを、設置しまして、毎回ですね答えていくんですけどもね、メンバーの皆さんなんかもう俺のこと全て知ってんじゃないかってぐらいもう丸裸にされるコーナーですけどね。新年一発目、そして今回のツアー最後ですけどね、早速行ってみましょう。はい、この方は東京都なのかな、小梶さん、23歳、女性。おー、来た、おー、聞こえるね。よし、読むぞ。久志さんのお箱は何ですか。18番。18番ですか。はい、俺の中で18番というのは20弱って感じかな。次。はい、茨城県の25歳女性、ミスガニーちゃん。はい、今日めちゃくちゃ寒いですが、寒い時どうしてますか。雪好きですか。寒い時でしょ、こたつで丸くなる。次。はい、神奈川県25歳女性ですね。これフルネーム言っちゃっていいのかな。行っちゃうよ。小山のりこさん。おお。行きまーす。今年2009年を一言で表すと何ですか。去年ですね。ああー、そう、去年だ、うん、なので、過去のこと。まあ、いろんな思い出あったけどね、ひっくるめて過去のこと、うん、次。千葉県22歳女性の方です。あゆみちゃん。
おー、来たね。後ろの方で来たね。質問です。はい。久しさんなりのかっこいいお正月の過ごし方を教えてください。そうだね。まあ、いろいろあるんだけども、2010年型としては、冷水で洗車。かっこいい。洗剤なし。次。はい。岩田県、26歳男性、カツン。おいたー。お、風船取ったね。うん。取れなかった。はい、質問です。これから世界を取りに行くと思いますが、いつ頃取れそうですか？春ぐらい思ってたんだけど、昨日も言ったじゃないですか。レコーディングがあるから、夏かな？そんなライブに、レコーディングに、世界制覇に忙しいグレイです。これからもよろしく。世界制覇言っちゃった。いやいやいや、いろんな人聞いてるよこれ。明日のなんかのニュースとかにならない？大丈夫？